あの久々にその見てたチャンネルをね見に行ったら、なんかいっぱい更新されてて、またハマっちゃって見てたわけ、みゆくん。すっげー面白かった。なんかさ、世の中に猿っていろんな猿いるんだなって。バチクソ足が速い猿とかがいるんだって。そのあ、パタスモンキーだ、パタスモンキー、みんなが大好きパタスモンキーな。パタスモンキーってめっちゃ時速55キロだっけ、なんだっけ、もう猿の中でも一番速いの。それってさ、マジ最強やんって思うじゃん。みんな大好きパタスモンキーね。そう。でもね、そのパタスモンキーのその速さを使ってね、家族を守るために、その天敵チーターとかさ、そういうその天敵かな、オスのさ、パタスモンキーがお父さんがね、おとりになって走って逃げるわけよ。そうやって家族を守るんやって。すごいかっこいいなと思わん？思ったんだけど、でもよくよく考えたら、猿のね、時速55キロなんて他の天敵に比べたらね、雑魚なの。もっともっと速くさ、走れる動物って死ぬほどいるわけじゃん。だから帰ってこないのって。だからパタスモンキーは一度家族のために走り出したらもう帰ってこない。それがパタスモンキーなんだって。もう涙出ちまった、みこ、それ見て。命は軽すぎるよ。いや、めっちゃパタスモンキーおもろいでしょ、みこ。もうパタスモンキーを応援したい、そういう気持ちになりましたよね。みんな、だからみんなが大好きなパタスモンキーって言ったわけよ。